ボートレース小島のビーナスシリーズ第8戦第8回クラリスカップ開催5日目、11レースからは長島真希、浜田有沙の2選手が優勝戦進出を決めました。さて、残る2つのファイナルピットをかけて最後の準優勝戦は第12レースです。1号艇には樋口ゆかり、2号艇には守屋美穂、3号艇には西村美智子、4号艇には遠藤恵美、5号艇には加藤綾、6号艇山下優希、以上6選手が対戦する12レース最後のセミファイナルです。枠番通りの並びとなります。予選トップ通過、ここを勝つと明日の優勝戦も白の枠番が見えてきます。1番人気1号艇地元の樋口です。2コースこちらも地元レーサー、2番人気は2号艇の守屋、センター3コースまでがスロー3号艇の西村美智子、4コース角1が3番人気の4号艇の遠藤、5コース5号艇の加藤、6コース6号艇の山下です。スロー2、3艇1、2、3、かまし3艇4、5、6スタートまで残り10秒となりました。第12レース準優勝戦はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。今スタートしました。1コースがトップスタートは1号艇の樋口となりました。一周の1マーク、インから押し切る体勢、1号艇の樋口、2号艇守屋、さす3号艇の西村が攻めていきます。2番出しから4号艇の遠藤恵美、ここは押し切った。1号艇地元の樋口ゆかり、2番手の攻め、4号艇2号艇3号艇内は4号艇遠藤、外は3号艇西村、真ん中と追は2号艇守屋、後方2艇は5号艇と6号艇一緒にコーラーの展開。スタートは正常、焦点は2番手攻め、4号艇遠藤が先に行く、つけて回るフルスロットルは2号艇の守屋、切り込んでは3号艇の西村道子さんだが、先頭1号艇樋口の後方、2番手アウトを回って2号艇守屋が一歩先行、絞る絞る絞る、3番手から追いかけるは3号艇西村と4号艇の遠藤、レースは西村の1コーラー、焦点は2番手3番手の攻防戦、振り切っていきたい2号艇の守屋、握った3号艇4号艇競り合った、くるっと5号艇の加藤が上がってこようとしますが、2番手は2号艇守屋、3番手浮上3号艇の西村、上田家は1、2、3、その後方水がいて4号艇遠藤、5号艇加藤並走、最後方が6号艇の山下、レースは西村クラス旋回、先頭は1号艇樋口、2番手2号艇森田と地元メンバーワンツー形成、3番手が3号艇の西村、上田家は1、2、3、レースはこれから3周目と移っていきます。このレース1コースからバシッとコンマ11のトップスタート、堂々と押し切った1号艇樋口ゆかり、2番手が2号艇の守屋美穂、3番手積んでかわすは3号艇の西村美智子、上田家1、2、3、2連単1、2の組数は 2.4 倍、3連単1、2、3、人気サイド 8.7 倍を示しております。地元水面初 V に王手がかかる先頭、1号艇の樋口、2番手が2号艇守屋、3番手が3号艇の西村、上位の体型は樋口、守屋、西村、1、2、3、先頭1番樋口が5連、2着2番の守屋、3着3番西村5連、5番の加藤、4番の遠藤、ラスト6番の山下5連。以上小島第12レースでした。